アンゴスチュラーロマティックビターズビターズは、薬草、香草、樹皮、香辛料、精油など数種類を酒に漬け込んで作成する苦味の強いアルコール飲料。組酒、組材とも呼ばれる。昔は、胃薬などとして使われていたが、現在では主にカクテルに苦味をつけたり、香りや色を良くしたりする目的で使用される。イギリスの有名なエールの一種。 ビターとは全く別のものである。ビターズの製法はブランドによって様々であり、またその詳しい製法は秘伝とされている場合が多い。したがって、詳しい原材料については不明であり、資料によっては記述が異なることもある。ビターズは通常濃く少量のみ使われるため、ビターズボトルという専用容器に入れておくことが多い。 ビターズボトルは一振りすると中身が一出しずつ出るようになっている。有名なビターズとしてはアンゴスチュラビターズとオレンジビターズがある。アンゴスチュラビターズは1824年にドイツ人医師ヨハンゴトリーブ・ベニアミン・ジー・ゲルトがベネズエラの町アンゴスチュラ滞在中に考案したビターズ。当初は 競争剤として作られ、現在もラベルに健康に及ぼす効果が謳われている。ジーゲルトは、アンゴスチュラビターズに、アマルゴアロマティコと名付け、イギリスに輸出し、好評を得た。その後の正常不安により、ベネズエラからトリニダード島のポートオブスペインに拠点を移し、生産が続けられている。リンドウやハーブ、スパイスから作られた、クミ種であり、現在のレシピに、 アンゴスチュラの樹皮は含まれていないマンハッタンやピンクジンをはじめ多くのカクテルに使用される。バーには必ず置いておくべき酒としても有名。オレンジビターズはオレンジの皮を原料とするビターズ。アンゴスチュラビターズに比べ使用されることは少ない。ありがとうございます。